しく剣を片手に不思議の国いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていたそんなアリスは森の奥罪人のように閉じ込められて森にできた道がいに彼女の性を知る術はなし2番目アリスはおとなしく歌を歌って不思議の国いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出したそんなアリスはバラの花イカれた男に撃ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせみんなにめでられ枯れていく三番目アリスは幼い子綺麗な姿で不思議の国いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げたそんなアリスは国の情報秘密な夢に取り憑かれてくじく体に怯えながら国の頂点に君臨する森の小道をたどったりバラの木の下でお茶会お城からの招待状は